硬いです。硬いですね。硬いです。特に骨盤側の方はなんかめっちゃ硬かったです。こっちですよね。でも、ここにこれ、凝りがあるんですよ。これ。ここがこう来て、こう中心ですかね。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。黙ってられない感じですもう分かります。ここ痛いですよね、そうですね。ここがでも効きますか、そっちの方行くとね、なんか楽になってくるんですけどね。そうですね。もうさっきより小さくなってきました。どうですか？いや、なんか、はい、さっきのやつどこ行っちゃった、はい、あ、これ、ここだ。まだ奥に来てますね。明らかにさっきよりは、さっきよりそう存在感が、なくなってますね。そうですね。触られても声が出なくなってきました。なんか声で出さなくても良くなりました。はい。あ、取れてきましたね。これは即効性がありますね。結構何度も受けてるから、多分。あれなんだと思います。その育ちきってないというか、割と解消もしやすいのかなと思います。結構まめに受けるメリットってそういうところですね。まあそうですね、虫歯でいうと穴が大きくなる前に、そう早期発見ですよね。早期発見ですね。でも全然さっきと本当にあの痛さが違います。見つけやすいし、取りやすいっていうのがあります。いやー、全然ボロボロしてきた。ここありますね、ここね、これ。こっちがいいな。気持ちいい。結構でも疲れてますね。そうですよね。ミシミシ。とほほ。またいいところがないって疲れちゃいます。ご自身で向き合ってるところがいいところですよ。どうにかしようということだったりとか、やっぱりそこがあるかないか大きいです。あとさっきと全然違う。そうですね。だいぶなんか均一になってきたというか、入りますね。はい。言わなくなりました。そうですね。あ、でもここ痛そう。まあそこ ね、もっとでかかったですからね。そうですね。でも声出すほどのものでもなくなりました。はい。
まあ、あの奥に行ったし小さくなりましたね。あ、うん、表面まで来てたのが、まあ、サイズがスケールダウンしたというか、よかったな。あ、気持ちいい。そこっすね。ああそこっすね。ああそこのっすね。どこ触ってもそうっすね。このこれなんですよね。こっちの、はい、これが、はい、これとこの奥のこっち。使ってしまった。狙うところは結構肩甲骨周りよろしくないですね、うん、そうですね。ここが最初あっと思ったんですよね、なんか動かないなと思って。目の方まで来ますね、うん、おーどっしゃ、うわ、うん、脇まで響く、はい、Mm-hmm.